どうもお疲れ様です。モッピー稼いでますか？最近のね1ヶ月のことなんですけども、おおむね1ヶ月ですよね。1ヶ月なんですけども、まだ正確には1ヶ月ちょうどが来たわけではありませんけども、ここを30日弱のことをですねまとめてちょっと報告しようかと思います。で、今回は案件はそんなにこなしていないんですけども、一件一件の単価が高かったんで、現在34,674円っていう風にね出てますね。まあですんで、3万5千円ぐらいがこの1ヶ月くらいの副収入としてどなたにでも手に入るってことをお話してきておりました。で、今回ね承認が早かったのが2万円もらえたこのフェイスカードです。フェイスカードってのはお金を借りるカードなんですよ。でもお金は借りなくてもいいんです。大事なのはお金を借りる予約注文をするってことなんですよ。予約注文をしますけども、実際に10万円貸してくださいっていうふうに請求する必要はありません。借りなくてもいいってことなんですよね。で、これはキャッシュカードとかキャッシングのカードみたいに強い審査はないんですよ。むしろどちらかというと審査に不利な方のためにお金を貸すという目的のためだけに作るカードなんですよね。まあですんで、ちょっと審査が緩い上に手に入りやすいと。さらにお金に困っている時にこのカードを作る、そして予約をするだけで2万円ってことなんで、実際にお金を借りなくてもいいんですよ。で、私の場合は限度額10万円で申請したんですけども、10万円だったら実際に借りてもいいですよね。まあでもね、10万円の予約でお金を借りますよっていう風な契約内容でカードを作っていただくと2万円もらえますので、もらった2万で10万円借りなくても良くなったっていうね解釈もできますよね。はい。その他ね、こちらの方を見てみますと、今まで承認されたのが、そうですね、このカードの他に P1 カードっていうのがありますね。これが、だから、おおむね1ヶ月前なんですけども、私のね、クレジットカードで、今まで使っていた JCB のカードの他に、こちらのビザカードの黄色いカードを作ったのを皆さんご存知というか、ご記憶にあるかと思いますけども、今回この2枚のカードで大体この金額が取れたってことになります。ですんでね、これからもモッピーのいい案件どんどん紹介していきたいんですけども、このフェイスカードまだ作ってない方はね、真っ先に今作った方がいいですよ。2万円ですから。で、審査は緩いですからね。で、もしこのローンカードが審査通ってできるようでしたら、楽天カードもローンカードがございます。他のローンカードも順番に作ることによって、10万円ぐらいは一気にできると思いますので、試してみてはいかがでしょうかということでございました。それでは失礼します。